どうも、おやっとさわです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回は姶良市でコスパ最高、そして老舗でわぜうまい豚骨ラーメンをご紹介します。最後までお楽しみください。JR 日本本線加治木駅から徒歩5分くらいのところにあります姶良市加治木町本町のラーメン東さんにお邪魔してます。こちらがラーメン東さんのメニューになります。今回はこの中からチャーシュー麺をオーダーしました。なお高校生には500円でラーメンをサービスするそうなので行ってみてください。しばらく待っていると着丼です。昔ながらの鹿児島ラーメンっぽいビジュアル、美味しそう。いただきます。ということでまずはスープから。いや、このスープうまい。変な臭みもなく動物系の旨味がしっかり味わえるスープのベースは豚骨と鶏ガラ、それに香味野菜、椎茸、昆布を配合。口当たりのいいうまいスープ。そんなスープからリフトアップしてできた麺は中太ストレート麺です。吸っちゃいます。いや、これがまたうまい。表面はつるっとしていてスクエア形状の麺、程よいコシにもっちりするタイプ。スープとの相性は良く、スープをしっかり持ち上げ口まで運んでくれます。つるもち食感で喉越しのいいうまい麺はスープとの絡みもしっかりよく、ズバズバといけちゃいます。さあ、ここで再度スープをすすっていき、ラーメン東さんのスープ、いや本当に美味しいよね。学生さんこれで500円で食べれるの？ということを再確認した後は、はい、チャーシューいただきます。一口でパクリといただけば、このチャーシューめちゃめちゃうまい。肉感を感じながらも脂身のとろみのあるタイプ、程よい醤油だれの味付けでめちゃめちゃうまい。そんなチャーシューともやし麺を箸でキャッチして口の中に放り込めば、チャーシューの旨味を筆頭にちょうどいい湯がき加減のもやしと麺のもっちり感が口の中で楽しめます。てなわけで、中盤から終盤にかけてこのラーメンのうまさに没入しながら麺をズバズババリバリとすすっていっちゃいます。麺を食べ進めていくと、スープに浸したうまいもやしが麺にもしっかり絡み、麺のもっちり感ともやしのシャキシャキ感のハーモニーが絶妙でとてもうまいです。そんなラーメン東さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。さあ、本日も会員完食です。40年前にお店をオープン。ラーメンは15年前から始めているそうです。昔ながらの懐かしい鹿児島ラーメンといった感じで、とても美味しい一杯でした。わっぜうまかったです。ごちそうさまでした。